山本周五郎作故障事件丸の内東通り10号館の5階に欧米商事会社という外国商館がある社長はポール・レノックスというフランス系のカナダ人で顔の赤い白髪頭の愉快な老人だその商館の秘書課に も代という少女がいる年はようやく16歳水蜜塔のような本をしたくりくりとすばしこそうな愛くるしい目つきの子で社員たちなから「相良のにじょ嬢さん」というあだ名をつけられていた人一倍に注意深いというか好奇心が強いというのかどんなささいなことでも決して見逃さず これは何どうしてこうなるのかといちいち詳しく聞き正さずには置かないあのナンバーリングというガチャンと押すだけで数字が順々に印字される機械あれを説明してくれとせがまれて悲鳴を上げた社員もいるまたニューマティックパイプといって金属管の中が真空になっており片方から書類を入れてスイッチを押すとスポン と音がして片方へ飛び出す機械その構造を根掘り葉掘り聞かれて汗をかいたもの見るもの聞くこと何でも一応は「これなあに?」と熱心に聞くのでついにそれがあだ名になってしまったのであるもうお正月も七草を過ぎて 松飾りの取れたちまたに残雪の白さが痛いような寒さを見せているある日のこと秘書課の自分の机でせっせと記帳していた桃代は隣の席にいるタイピストの和田千代子が妙な機会をかけているのに目をつけた「あらそれ何和田さん。また始まった」千代子は優しくにらんで これね、今日から使う廊間蓄音機よ。今までは社長が話すのを私が即帰してそれからタイプライターするでしょそれを今度からは社長がこの廊漢へ吹き込んでおくのそれを私が聞きながらすぐにタイプするのよあら嫌だその方がかえってめんどくさいじゃないのめんどくさくはないことよ いいちいち私を呼ぶよりこうして吹き込んでおく方が手早いし速記だとつい間違いが多くなるけれどこれなら2度でも3度でも聞き直せるでしょう。だから消用分などの時は安全なのよ。かけるから見てらっしゃい。そう言って和田千代子は備え付けの小型蓄音機へ老漢をかけた。 するとポール社長の柔らかい英語が極めてはっきりと適度の速さで聞こえてくる千代子はそれを聞きながらトントンとタイプライターにたたいた「素敵だわ!」ね便利でしょ社長室へ行ったら見ていらっしゃいあの大テーブルの脇に小さなラッパが出ているわ。 それが自動式の廊下吹き込み機なのよお昼休みの時行って見てこよう和田さん一緒に来て説明してちょうだいね <laughs> 何嬢さんに捕まったらお昼休みも何もめちゃくちゃだわねでもあなたはどんなことにも注意を忘れないから関心よもし学問で身を立てることができたら きっとお国のために役立つ立派な学者になれると思うわそう言って微笑したが千代子の何気なく言ったこの言葉がそのままそれから間もなく本当に実現したのである桃代の優れた注意力は学者にはならずとも立派にお国のために役立つ時が来たのだはい控え願います タイプを済ませると千代子は今打った手紙を二本文に訳して桃代の方へ渡した注文書の分類保管が彼女の仕事であるあらまた胡椒の注文ね桃代は受け取って帳簿を開けながら先月から胡椒ばかり買うのね九州から大阪名古屋とかって 今度は北海道じゃないの日本中のコショウをみんな買い占めるつもりなのかしらあなたはまたよく覚えているのねだってこんなに買えば誰だって忘れやしないわ一体どうするのかしらこれそらまた始まった和田千代子はクスッと笑って。 お昼の時間に廊下吹き込み機の説明をしてあげますからね。故障の方はまたこの次にしてちょうだい。わかって。はい、かしこまりました。ペンを取ったが、でも変ね。今年は世界中故障が不作だとでも言うのかしら。いかにも不審そうにつぶやくのだ。 召喚のけ桃代は引け時間が来ると誰にもかまわずコツコツと帰っていく桃代は兄と二人で神田のアパートメントハウスに住んでいる兄の慎吾も昼間は化学工場の試験課に勤めているが夜は物理工学の専門学校へ通うので早く帰って夕食の支度をするのが 桃代の毎日の受け持ちだった信五の帰ったのは5時を過ぎていた「おかえりなさい今日は遅いのね」「僕の家からまた一人出世したんだこれから仕事が今までの倍になるよじゃあ学校へ行くの大変ね」バカな「ばっかな出征することを思えば どんなに忙しくったってたかが知れているさ少し遅いからすぐご飯にしてくれよ今夜のおかずなんだい今朝お約束したものよポテトフライかさいつは万歳だ子供のように喜ぶ兄と向かい合って座る貧しい食卓 桃代は給仕をしながら元気に今日一日のことを話していたがふと思い出したように上着のポケットから一枚の紙切れを取り出して「お兄さんこれ何またお箱の何かどれ?」箸を持ったまま受け取ってみると何やら英語で「科学式」が書いてある。なんだいこれは。 何か薬品の化学式じゃないかどうしたんだそれ何の薬品だかわからない必要なら調べてやろうかお願いするわ少し気になることがあるんだから誰にも知れないようにしてね密偵みたいなこと言うなよシンゴは紙切れをしまって、あ、もう5時20分だ大変大変 と急いで残りのご飯をかき込んだそれから3日目の晩だった10時半ごろ夜学から帰ってきた慎吾はもう床に入っていた桃代の枕元へバングを置くのももどかしそうに座って「桃ちゃんちょっと大きいよ」といった顔つきがいつもと違っている「どうしたの何かあったの?」 この間の化学式を書いた紙ねあれどこから持ってきたんだいどうしてまた僕に調べてもらう気になったのか話してごらんあれ分かったの桃代は思わずむっくり起き上がった何だったのあれそれより先に訳を話してごらんなんだか笑われそうだなでもいいわ みんな話すわね。実はこうなのよお兄様私の会社でこの夏からこっちずっとこしょ買うのそれがちょっとやそっとじゃないのよ胡椒、胡椒。九州の方から北海道までとってもたくさんまるで日本中の胡椒を総ざらいにするかと思うほど買っているの。 他のものもと違ってお薬味にししか使わない胡椒でしょ私なんだかそこには隠れた意味があるのじゃないかって考えたのよ。私が胡椒を嫌いなせいかもしれないわね。桃代はちょっと笑って続けた。それがなんだか気がかりになっていた時社長のポールさんの部屋であの妙な化学式の紙を拾ったのよ。 あれは書き損じらしくってテーブルの上にはもっと詳しく書いたのが置いてあったわそれであたしいつもの癖が出てついなんだか知りたくなったものだからわか,かったよくわかったよシンゴは妹の言葉を遮ったが口の中で「こしょうと23度つぶやいたと思うと 急に膝を乗り出してももちゃん君に頼みがあるんだ何？改まって今君の話したもう一枚の方ね詳しく書いてあるという方なんとかしてそれを手に入れてくれないかだってどうするのどうしてもいい持ち出すことができなかったら写しだけでも取ってもらいたいんだ 詳しいことは後で話すがことによるとある重大な事件が隠れているかしれないんだ頼むから人働きしてくれないか兄の様子がただごとでないのを見て桃代も急に顔を引き締めながらいいわできるかどうかわからないけど失敗を覚悟でやってみるわありがとう あるいは僕の考え過ごしかもしれない。しかしかそうでないとすると大変なんだよく注意してなるべく気づかれないようにねうん桃代は兄の目を見ながら力強くうなずいたさて引き受けはしたものの人目の多い事務室の中でことに出入りの厳重な社長室からどうしてあの紙切れを取り出したらよいか。 それが何か重大な事件と関係がありそうなだけに桃代はまず足の震えるような気後れを感じるのだったちょうどそれから五日目金曜日の引け時間だった昼のうちはダメだということが分かった桃代は皆が引けた後にしようと思ったので人々が退社の支度で混雑している隙に「好 とうまく書類戸棚の中へ忍び込んだ5分10分外人経営の会社はどこでも始業終業ともに時間が正確である余時を打って10分もすると事務室の中はひっそりと静まってしまったしかし社長だけは引け子も残務を取るのが例だ その日も5時近くまで電話をかける声やガタガタと椅子の音をさせていたがやがて社長室から出たと思うと戸棚の隙から漏れていた電灯が消え外から事務室のドアへ鍵をかける音がして全くしんかんと静まってしまった窮屈な戸棚の中で1時間以上も中腰になっていた桃代は 両足がすっかりしびれてギシギシとなるほど腰の骨が傷んでいった。「もう大丈夫!」と思ったが念のためさらに10分ほど待ってからそっと書類戸棚を出た。電灯は消えていたが幸い素晴らしい月夜ですっかりくれたビル街の向こうの屋根の上から 窓のガラス越しに明るい光をさんさんと投げている桃代は避けそうに波打つ胸を押さえながら社長室のドアを開けたいつもは鍵をかけるはずのドアがわけなく開いたのも幸運であろう素早く入って後を閉めるとあとは夢中で大テーブルのそばへ走り寄り差し込んでくる月光を頼りにテーブルの上の書類を探し始めた。 ししかか見当たらなかった。らなっテーブルの上はもちろん鍵の開いている引き出しは全部そこまでひっくり返してみたがあの化学式を書いた紙切れはどこにもないのだ金庫の中へしまったのかしらと探し疲れてつぶやいた時である「カチリ!」と事務室のドアの鍵を開ける音がして電灯が一時に とついた社長が引き返してきた桃代は水を浴びたように立ちすくんだ社長室のドアに鍵がかかっていなかったのはすぐ戻ってくるためだったのだ見つかったら大変だわそう思ったが外へ出る方法はない足音はずんずん近寄ってくる切羽詰まって桃代はいきなり大テーブルの下へ潜り込んだ ほとんど同時にドアが開いて社長のポール・レノックスが一人の痩せた小柄の男と共に入ってきた2人はフランス語で何か話しながら大テーブルを挟んで椅子にかけたがその時ポール社長の靴の先が桃代の膝頭へコツンと当たった「あ<っ>桃代は見つかったかと息の止まるほど驚いたが」 相手は話に気を取られているためかそのまま靴を引っ込めて話し続けている時間過ぎの事務室しかも夜になってからの社長室で2人は何を話しているのだろう普通の商談なら何もこんな時間と場所を選ぶはずはないこれはきっと秘密を要することなのだきっとそうに違いない そう思ったけれど残念ながら桃代にはフランス語は分からなかった半分でもあの言葉の意味が分かったらと悔しそうにはがみをしたがそのうち天の教えとでも言おうかふと素晴らしい明暗を思いついたそれは先日教えられたばかりの浪漢吹き込み機のことである その機械は大テーブルの脇に取り付けてあってちょうどポール社長と客との中間にラッパが出ているうまくスイッチを入れさえすれば二人の話はそっくり老館に記録されることができるのだそうだその他に手段はないうなずいた桃代は静かに息を詰めながら体をねじると つむりのような忍耐強さで少しずつ少しずつ膝をずらしていった大テーブルの下といっても少女一人が隠れるには広くはないしかもつい鼻の先には社長の太った足が動いているのだほんの1センチ動き損なっても万事終わりである桃代の体はびっしょり冷や汗に包まれた すっかり向きを変えたところで今度はテーブルの脇にあるスイッチを入れるのだがこれこそ千番に一番の冒険である。桃代ははやる呼吸を沈めてまず指先をテーブルの横へぴったりつけそれから二人の話し声の歓喜を測りながら静かに指を上へ向けて這わせていた。 全身の血管は今にも破裂しそうに脈打っているともすると膝頭はガクガクと震えそうになる神様神様思わず胸に念じた時指先は吹き込み機のスイッチに届いた桃代は夢中でそれをしたそしてかすかなかすかな回転音が聞こえてきた時には 危うくそのまま気絶しそうな安堵と喜びに襲われたこれは5分に足らぬ時間の間に行われたことであるが桃代には1日の長さほどにも思われたそれからあとはただ機械の音が2人に気づかれないようにと祈るだけだった彼らはさらに10分余りも話し続けたが 幸い回転音を聞きつけた様子もなく何やら契約書のようなものを取り交わした後固く握手をし合って椅子から立ち上がったそして社長の愉快そうな笑い声が客と一緒に事務室の方へ出ていきやがて廊下の彼方へと全く足音が聞こえなくなった時桃代は張り詰めていた気が一時に緩んで 思わずフラフラと倒れてしまっただが桃代はすぐに起き上がった電灯をつけたまま行ったのだから客を送ってすぐ戻ってくるに添いない「早くここを抜け出さなければ」と湯をこしてテーブルの下から出る浪漢吹き込み機のふたを開けようとした時 ふと見合ったテーブルの上に、さっきまで探していた紙切れが、あの化学式を書いた紙切れが置いてあるではないか。今の客と話していた余件はこれだわ。歓喜に胸を躍らせながら、素早く紙切れをつかんでポケットへ押し込む。その刹那だった。不意にドアの開く音がしたと思うと、何をしているか。 という歓声が聞こえた。く然と振り返る目の前に社長の秘書でコリガンというやはりカナダ人の大きな男が突っ立っているしかも右手には不気味なサイレンサーをつけたピストルが光っていた桃代は我を忘れて窓の方へ走り寄ろうとする途端に後ろでピュン という低い銃声がして桃代の方をかすめた玉がピシッと壁へ突き刺さったピュンピュン二発三発桃代は思わず足がすくんでクタクタとそこへ崩れてしまったいかに気丈でもまだ十六の少女である しかもサイレンサーのついたピストルの不気味な響きには、全く身動きのならぬ、押さえつけるような力があったのだ。君は秘書家の相良桃代だね。今日まで可愛い顔でごまかしてきたのに、とうとう正体を表したな。スパイだったのか。いえ、あたくし、そんな、 今更隠してもダメだ。社長が俺に夜勤を命じたわけがこれで分かったよ。君は気づかなかったろうが、俺は誰にも知れないように、毎晩ここで予判をしていたのだ。でも私本当に、あの。弁解はたくさんだ。スパイをするくらいなら、 その結果がどうなるかくらい承知の上だろう。これからたっぷりお礼をしてやるから待っているがよい。下手に動くと撃ち殺すぞ。にやっと冷笑したコリガンは身を翻して事務室へ出ると、外からドアへ鍵をかけてどこかへ出ていった。もうだめだ。 おそらく彼らは自分をここから誘拐するだろうそうすればせっかくの苦心も水の泡であるたとえ自分の身はどうなっても掴んだ秘密だけは兄の手に渡したい桃湯はガバと羽を切るや老眼吹き込み機の蓋を開けてみた幸運であるさっきの会話の跡が少し残っていた 桃代はスイッチを入れるとラッパへ口を寄せて「お兄様桃代は力限りやりました」「ポール社長には確かに秘密があります」「どうかこの老漢の話をよく調べてください」「そして早く秘密を暴露してやってください」「桃代はここから誘拐されますがどんなことがあっても見苦しい真似はいたしません」 日本の少女として立派に自分の処置はつけますから安心してポール社長の方を片付けてくださいお兄様の成功とご幸福を祈りますこれが兄への最後の言葉になるかもしれぬそう思うと胸が迫っておえつを我慢することができなかったそれからすぐに廊下を外すと中の空洞へ 化学式の紙切れを押し込みテーブルの上にあった大型封筒の中へ入れて表へ兄の会社の宛名を書くとその脇へ赤インクで大きく「これを宛名のところへ支給お届けください」「お礼は5円差し上げます」と走り書きにした。 そして西側の窓へ走り寄って手早くガラス戸を開けると建物と建物の間の細い通路へ落としたそれを拾うものがあればたとえ中を開けてみてもただの廊漢であるそんなものより五円の礼金をもらう方がいいに決まっている「大丈夫お兄様へ届くわ」と吐息をつきながら窓を閉めて振り返った時 ドアを開けてコリガンが社長のポール・レノックスと共に入ってきたこの小娘か日頃は愉快な老人だったが今見るレノックスはまるで人相が変わっていたわしのような鋭い目を光らせながら大股に近寄ってきたと思うとこんなチビの分際で我らをスパイしようとは。 大胆不敵なやつだ。生かしておいては危ないですぜ言うまでもないしかしここでやるわけにもいくまい例の手で送り出しておけそして人殺しジャックに片付けさせろ承知しました英語で話すのだが大体はわかる 桃代はもう観念のこを閉じていた相良さん誰かあなたを訪ねてきましたよ九時にそう呼ばれて慎吾ははっと振り返った桃代は昨夜ついに帰ってこなかった十六の妹には無理な頼みだとしていただけに ほとんど心配で眠れずに会社へ来たところだ受付に待っていますよありがとう足も宙に走っていくと待っていたのは妹ではなくて一見くず拾いと思える汚い老人であった相良は僕ですが何か用ですかおはようございます 老人はおどおどお辞儀しながらかさばった大型封筒を持っている右手を差し出して「実は今朝早くに丸の内東通りにぐらんところでこんなものを平たんでがす」なんだか表にこちら様の宛名が書いてあるんでいたずらかもしれねえとは思いましたが。 お届けにあがったようなわけでガス。どれ見せてくれたまえ受け取ってみるとまさに妹の筆跡であるンゴはいきなり老人の手を握って「ありがとうありがとうよく届けてくれましたいたずらどころか大変大切な品物ですそりゃあうがした」 お役に立ってわしもうれしゅうがすところでその何か他に書いてあったように思いますがのああお礼のことですねむろん差し上げます今すぐ持たせてよこしますからちょっと待っていてくださいシンゴは会計部へ走って行ってご縁借りそれを球時に持たせてやると 自分は事務室へ入って封筒を破いた中から出てきたのは外音廊漢である何だろうこれはつぶやきながら空洞を覗いてみると中に紙切れが押し込んである引き出して広げるとそれこそ妹に頼んだ例の化学式の紙切れだった <laughs> やったなあ桃よ これを手に入れたが自分が出られないのでこうして僕に届けてよこしたに違いないご円という礼金を書いたところなどなかなか頭がいいぞ思わず笑って浪漢の方は捨てたはあ慎吾はその浪漢の重大さに気づかないのであろうか彼はそのまま机に向かって引き出しの中から雑記帳を取り出し 先日から調べていた自分の化学式と照らし合わせていたがやがて膝を打って「閉めたやはり思ったとおりだこれでポール・レノックスの首の根を押さえてやれるぞ!」と両方一緒につかんで立ち上がる途端に靴の先へカチンと当たったものがあった見ると今捨てた老漢である そのまま行こうとしたが慎吾はふと額へしわを寄せて立ち止まった「待てよこの紙切れを届けるだけなら何もこんなかさばったものへ入れる必要はないはずだ」ことによるとこの廊間にも何か意味があるのかもしれないぞ後になってこの時のことを話すたびに。 あの時もし靴の先へ廊下が当たらなかったと思うとぞっとして冷や汗が出ると慎吾は言うが実際それは危うい一瞬だったのである慎吾はこの事務所でも同じ機会のあることを思い出してすぐに社長室へ駆けつけた社長はまだ出勤していないこれ幸いと タイピストの席へ行ってかけてくれるように頼んだあなたの歌でも吹き込んであるんですのそんなのんきなものじゃないんだ早くかけてくれたまえバカに急ぐのね若いタイピストはじらすように微笑しながらわざとゆっくり機械のスイッチを入れた慎吾は身を乗り出すように耳を澄ましている老館からは すぐ早口の会話が聞こえ始めた「あらフランス語ねたまって」。慎吾は急にタイピストンの持っていた鉛筆をひったくるとテーブルの上へ紙を広げて会話の要点を次々と書き始めた次第に彼の顔は引き締まってくる紙の上には左のような字が走り書きに記されていた。 1>, 1フランス美術展覧会はアメリカへ回る12層人は黒糖商会1絵の荷造りはかさばるからねそれに貴重品扱いだから間違いはないよ1倉庫の具合はどうだ1万事 OK さ神戸の五番は便利にできている 税関でも重要美術品は大切にしてくれるからな。一、船はあさっての朝だね。一、積み込みが終わったら五万ポンドの小切手を切ろう。これが済んだらわしも日本を引き上げるよそれからあとは雑用の話になって、会話していた二人の声は遠のいた。 慎吾はよしとばかり鉛筆を放り出して立ち上がったがその時老館から急に鮮やかな日本語が聞こえ始めたしかもそれは桃代の声であるぎょっとして立ちすくむ慎吾の耳へ「お兄様桃代は力限りやりました」というあの覚悟の言葉が響いてきた言言くくが 配布をえぐるようだった桃代はここから誘拐されますがどんなことがあっても見苦しい真似はいたしません日本の少女として立派に自分の処置をつけますから安心してポール社長の方を片付けてくださいお兄様の成功とご幸福を祈りますゴビは哀れおえつに震えていた さすがに耐えかねて慎吾も腕で顔を覆いながら「よく言ったもちゃんお前はお国のために立派な働きをしたんだぞ死んではいけない最後まで頑張っているんだ兄さんが助けに行くぞきっと助けてみせるぞ頑張れ頑張っているんだぞもちゃんそこにいる者に言うごとく 廊下へ向かって涙とともに言い捨てると慎吾は帽子をひつかんで事務所を飛び出した桃代のけなげな言葉に対しても今は妹のことにかまっている時ではなかった慎吾はまっすぐに警視庁へ行くと会社の関係で知り合いの高野刑事部長を呼び出して「すぐ僕と一緒に神戸へ行ってください!」。 と担当直入に言ったなんだね一体ただそれだけじゃ訳が分からんよ訳は後で話します重要軍事に関する大事件が起こってるんです先に話しても信用なさらんでしょうから事実を押さえてから説明しますよ早くしないと手遅れになります確かなのかいそれは僕の首をかけます 高野部長はうなずいて立った午前9時東京駅発の神戸行特急つばめ号は檻から降り出した雪をついて西へ西へとすざまじい勢いで失走した昨夜ほとんど眠らなかった慎吾はこのいとまに疲れを直しておこうと列車へ乗るなり横になったがそのままぐっすり眠ったと見え 目が覚めるとすでに名古屋へ来ていたそれから部長の買っておいてくれた弁当を食べて再び横になると今度は神戸へ着くまで眠ってしまったさあ神戸へ来たがこれからどうするとっぷりくれた雪の神戸駅へ降りるとそういう高野部長を引きずるようにして「税関です税関です」です。 と駅を出た駅前で車を拾って雪の中をまっしぐらに鳩場へ向かう5番の倉庫と命じて海岸通りにあるその建物の前で車を降りた倉庫は2役でもあるか赤々と電灯をつけて雪の中を人影が右往左往している慎吾は振り返って「すみませんが。 警察部へ電話をかけて私服刑事を住人ばかり呼んでくださいませんか大丈夫かいそんなことをして大事を取るに越したことはありません責任は僕が負いますよ部長はうなずいて電話をかけに去った慎吾は大股に倉庫の番所へ進み寄って黒糖商会のものだがアメリカ向けの美術品の荷物は 積みみ込の支度ができているかね。できていたら見たいのだが「へえすっかりできてます」「板書にいた事務員は顔も上げずにすみませんが中へ入ってご覧くださいちょっと今手放さないようがありますからどこだね西側の隅にあります」「箱にすり込みの印がついてますからすぐ分かりますよ」 シンゴはうなずいて倉庫の中へ入った。荷役の終わった後らしく中はほとんどがらんとして隅の方に一山だけ大きな箱を積み上げたのがすぐ見つかった。近寄ってみると箱の横に英語で「サンフランシスコ行きフランス美術展覧会重要美術品」「荷受け人 我やなレノックス積み出し人黒糖商会とすり込みの文字が見える荷受け人の名が欧米商会のポール社長と同棲だいよいよこれに相違ない慎吾が会心の笑みを漏らしているところへ高野部長が戻ってきた電話をかけたよすぐ来るそうだすみませんでした しかしお礼には十分のお手柄を申請しますよ。ところで問題の事件はこの荷物ですと言われて見合った部長は何だいこれは先週まで上野の美術館でやっていた有名なフランス美術展覧会の絵や彫刻じゃないか。この次に、 アメリカで展覧会を催すという話を聞いたがこれがどうしたというんだどうしたかは今ご覧に入れますよそう言って慎吾が一歩出た時倉庫の入り口にガヤガヤと人声がして3人の外国人が大きなトランクを重そうに運び込んできた慎吾と高野部長が思わず振り返ると3人はトランクを美術品の山のそばへ下ろしながら 国党商会のものだと言ってきたのはあなた方ですかと聞いた。慎吾は平然と頭を振って、いや、それは違います。国党商会の扱った美術品を取り調べのために来たと言ったのです。万人が間違えたのでしょう。美術品を取り調べる白髪頭の老外人がすざまじい勢いで喚いた。 生官の認可も済んでいるものを何の理由があって調べるのですかあまり乱暴なことをすると領事に訴えますぞ。訴えたらいいでしょう。本当にこれがフランスの重要美術品だったらお笑い草だ。何何を言いますかわからなければ教えてやろう。そら そういうと同時に慎吾は隠し持ったやっとこを逆手に美術品と書いた箱の一つへのしかかるやみるみる帯金を剥ぐ乱暴だ相良君待ちたまえさすがの高野部長が驚いて止めようとするいとまもなくバリバリと箱板を押し剥がした目にも留まらぬ早業である途端に 中からゴロゴロと転げ出たのは絵でもなく彫刻でもない1ポンドほどの布包みにした無数の粉袋であった「あ,あこれは!」と仰天する高野部長の前慎吾は袋の一つを拾って口ひもを切り「ご覧なさいみんなこしです」と差し出した「なるほど美術品どころか 袋の中にはぎっしりこしょうの粉が詰まっている。とぼうぜんと見ていた3人の外人は事の露見を察したものか突然大声に「手を上げろ動くな!」と叫んだハッとしてみると3人ともピストルを突きつけている「先手を打たれた!」。慎吾はおとなしく両手を上げると見せて突然「いやあ!」。 と言い、ま、右手に持っていたコショウの袋をたたきつけたパッと飛ぶコショウの煙絶好の起点であるふいを打たれた3人は思わず知らずこいつを目と口と鼻へ十分にたたき込まれたから「うわー、ぷーとたじろくもうダメだと思ったか手にした消音ピストルをめくらうちに打ち始めた。 し吾は素早く箱の陰へ隠れながら「危ない高野さんこっちへ!」と部長を招いてさらに隙も与えず胡椒の袋を3人目がけて次々と投げつけた3人は目が開けないので逃げることもできずキチガイのようにピストルを乱射していたがついにはそれも投げ出して苦しそうに身もだえをしながら「はっはクシュンクシュンはあ!」 と猛烈なくしゃみに襲われてしまった閉めたとばかり飛び出す高野部長慎吾も立とうとしたがその時すぐ近くで「お兄さんお兄さん」さんとかすかに呼ぶ声がするのに気づいたしかもそれは確かに妹の声である不思議だなと思って見回した慎吾は足元に転げているオートランクを見つけた 今しがた3人で運び込んできたやつであるこれだうめくように言うとやっとこを取り直して夢中で金具をこじはがすふたを開けると中にぐったり横たわっていたのはまさに桃よ。お桃代桃よ無事だったかきして抱き上げる手お兄様 <laughs> 桃もよも夢中でしがみついたただ涙百戦の言葉にも勝る涙涙で2人は互いの胸を絞るように濡らした向こうではちょうど駆けつけてきた私服刑事たちが高野部長の指図によって3人の海外人に手錠をかけたところであった高野部長は大変なご機嫌である。 <laughs> 愉快だこんな愉快な取り物は初めてだ実に遠い側ハだぞ何しろ故障攻めのくしゃみハなどとはハハ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 ハま、ま、ハハ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 ハ ハクション、<laughs> こいつはたまらん。ククシショョン、アクシン、アアクシアクシもうもうと立ち込めるコシの煙そいつを吸うからたまらない。敵も味方も色とりどりに5番倉庫はしばし。 くしゃみの展覧会というありさまであったあの故障は毒ガスの原料でしたその夜の上り急行列車の中で妹と高野部長を前に慎吾が説明していった妹が拾ってきた化学式を学校で調べてみましたら現在あらゆる国の軍部が秘密に研究している 類イホスゲンガスの最も強烈なものなんですその合成分の重要な中心になっているのは胡椒の分子式でしかも日本産の胡椒だけに重要成分のあることがわかったのですうんそいつは重大な問題だ僕は自分の調べただけで見当はついたのですが念には念を入れようと思って 妹に詳しい化学式を手に入れてくれと頼んだのですそのため妹は危うく海外へ運び出されて殺されるところでしたがしかしこけに入って立派に小児をつかみましたもし妹が二人の会話を老館で記録するという思い切った冒険をしてくれなかったら5万ポンドの胡椒はむざむざ外国へ流出した上 逆に日本軍を脅かす猛毒・ホスゲンガスになっていたでしょうおかげでこっちは毒ガスの合成式も分かり日本産独特のコショウの特質も分かって一石三鳥の大収穫でしたよありがとう君たち兄弟のおかげで実に意外な大事件を拾ったよ相関が聞かれたらきっと目を向かれるに違いない だが相君僕がくしゃみをした集態は内緒だぜ <laughs> あれは全く秀逸でしたアハハハハ桃代までが声を上げて笑ったスチームの暖かい射出の中は平和だ走りすぎる窓の外は3人の凱旋を祝うように 白いい雪がひひと降りしきっている倉庫で捕まったのはポール社長と秘書のコリガンそれに国際密輸団の有力な頭株の一人だったフランス美術品とすり替えて海外へ送り出そうとした貫作も相良兄弟の活躍で見事に失敗し一味は間もなく国外へ追放された。 桃代はその後兄の会社へ移りやはり相良のナーニ嬢さんと呼ばれて人気者になっている。